て今夜も行きます。バシー、今夜も十日フィッシング。うまい、あったまるって言っても今日はねそんなに寒くないですね。ちょっとあったかいですね。まあ狙いは巨大スズキです。こないだやらかしてしまいましたからね。とりあえずアジ釣って待とうと思います。今夜から3夜連続チャレンジしようと思います。まあ今日釣れたらそれで終わりますけどね。そんな感じです。これにもハマっちゃいましたよ。あーうまい。ここはやっぱ型がいいわ。ほいでもって今日は早くスズキが現れましたね。まあさっきのはちょっと復古クラスぐらいでしたね。こないだみたいに見るからにでかいやつ、来てくれるかな。今日も入れ食いです。面白いけどメインはスズキですからね。ちっちゃいのは集まってはきてるけどでっかいのがまだ見えませんね。どうかな。来たサバダバダバダバ。あ切れたかと思った今。よっしゃおりゃでかっ。
ったんで、よっしゃ。ヒラメが食いついてきたよ。これ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 、やべえ。ちょっと今日はスズキじゃないな、これ。ちょっと泳がしてみよう。弱ったね、これ。うわ、ずっと食いついて離さなかったんだな、これ。まだここにいるね、下に。もうちょっと泳がしてみるべ。よっしゃ、こい。あら、カブヒラメは食いついてこないか。ヒラメ騒動でアジが全く釣れなくなりましたよ。ほい。はあ、今日はもう終了かな。とりあえず、こうちゃんパパにアジのお土産。2日目、一日飛ばしの2日目。昨日も仕事帰りに来てはみたんですけど、人がいたんでね、今日になりました。まだちーと時間が早いので、暗くなるまでジギングやろうと思います。とにかくでっかいのが釣りたい。綺麗だね。しかし釣れんがな。いい。来たやれやれ。でもこれでも76あったらいいんですけどね。ジギングは疲れるね。ああ、これ眺めながら、おっきいさんところのモカコーヒー飲めたら、最高なんだけどね。ああ、ぼちぼち、準備するべか。どうか釣れますように。さてやります。シャンタさんと今日は一緒に楽しみます。よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ。よっ、パタパタと釣れてます。ここのは本当に型がいい。現れました、スズキって言ってもフッドクラスですね。 2,3 匹いますね。ほらほらほら、あ、今映ったかな。よっしゃ、ちょっと沖へ向けて泳がせぶん投げましょうか。さあ来い。当たりがあって、竿ごと引きずり込まれて、ケースも落ちてって、あ、なんとか回収したけど、魚で、はい、釣れてたんだけど、そこまで手繰り寄せてたら逃げられた。
ああ、まだあるわ、あそこに。マジか。もうこれごと持っていかれました。ブワーン、ガシャガシャガシャン。いやもう、もっと緩めちょかんに現地ことですね。いやー、参った、もう。ああ、疲れた。大騒動もええとこでさ、魚釣るのが先か、回収するのが先か。戸惑いましたけど、まあ本当、まあまだまだ時間たっぷりありますからね。ありがとうございます。ちょっと、はい、気分転換。わお。ちょっと開けてみましょうか。今日は何でしょう。今日は鳥丼。わちゃ出たー。うわ。目からハート。やば。わこれはスタミナつくぞ。元気が出るぞ。いただきます。はい。おう、あうまい。もう本当いつも最高、ありがとうございます。あこれは気分入れ替えられます、うん、あちょっと本当ハプニングはなかったことにしよう。リセットリセット、シフトシフト、よっしゃ。うん、うん、もうこれちょっとファミマのメニューにしてもらいましょう。うん、これはちょっと大ヒットしますよ。これいただきました、ありがとうございます。これでまたやるぞ。よっしゃ、泳がせリベンジ、来い。シャンタさんヒット。いるかな。あ、ついてた。お、イカタっぽいですね。おお、でかい。やったー。あ、あ、え、あ、魚種が違う。魚種が違う。え、なんすかなんすか。カサゴ。おお。カサゴ。なんか気おかしいなと思ったら。カサゴ。あ、でもいいですね。うん、おお。水族館行き。今日も釣れるぞ釣れるぞ。あっとシャンタさん新種来ました。これは重たい。なんだこれは。外れた。あーナマコ。ナマコ、もうそこを捉えまくってますね。コウちゃん登場。お、なんかアジンガみたいになってるね。おお。コウちゃんヒット。うほ。おお、いいね、泳がせにいいね、それで。あ、いいねいいね。そっちで来るんだ。連続ヒット。今度はサイズどう？ちょっとアップしたいな。おお。こっち？おお。来たー。これはいいぞ。大げさなドラグ。緩めすぎ。いやいいいい、この音がいいわ。気持ちいいな。うん。おおおお。どねが。あ、来た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 、寄ってきた。おおおおお、いいサイズだぞ。おお、よっしゃー、おお、やったー、ナイスサイズ、うん、でかいなマジで。ねえ、こりゃ昼間だったら鱗雲が綺麗でしょうね。来たー。とうとう泳がせに来ました。
皆様お待たせいたしました。しかし来たのはこれです。あまたか。ちょっとわしゃはも専門家。参った。ちょっとやね、80ちょい、ね、ああうわでもいいサイズやね、ちょうど、うわーすげえわ。よし、じゃあ写真撮ってリリース。すげえなー。じゃあなバイバイ。もう来るんじゃないぞ。バッテリーが切れました。あれ終了です。あら今日もダメだった。3日目バシー。さあどうかな。いやここ1年ぶりに来てみました。今夜はこの間のところは爆風で釣りにならないんでね、まあここどうかなと思ってやってみます。アジが釣れるといいんですけどね、アジが釣れないとね泳がせできませんからね。それとあとちょっと早めのあのイカが釣れるかなどうかなとも思うんですよね。まあやってみます。おお来た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 。よっしゃ、早速泳がせます。アンニャロメーニャンちゃんが持っていったよ、釣ったアジを。やるな、なかなか。おー、海で紅葉鑑賞。泳がせにちょうどいいサイズですね。よっしゃ、餌キープ。これだけあったらいいね。よっしゃ来い。鈴が鳴るまでアジ釣って遊びます。また狙ってるな。おりゃエイベイビーが来たぜ。なかなか来ませんね。アジを付け替えてみました。あと30分。なんじゃこりゃ。ボラちゃんですかね。アジも釣れんことなりました。あと10分。アジはいい具合で泳いではいるんですけどね。終了です。連日大物狙って泳がせやりましたけど不発に終わりました。ほいじゃな。お疲れさん。
まだ諦めずに次狙っていきます。